再起動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいこと言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。もっとチームワークを鍛えた方が実戦に近い訓練ができると思うんだけど。お前らしいな。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしな。兄か、珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第だからさ。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。うせえな、お前にだけは負けねえ。買いそうなのに。邪魔しないで。死んだかクソ野郎。もう二度と立ち上がるんじゃねえ。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。
負けないからな、エレン。ああ、俺だってトーマスには負けねえよ。そこまで！時間だ！訓練終了！今回の訓練の最優秀成績者を発表する。ミカサ・カーマン、お前が1位だ。また俺はミカサに。おのおの、今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散！